まあ、今日はですね、TBS の爆笑ターンテーブル特番ですね。なんかパパがちょっとディレクターさんと喋っててさ、お子さんと一緒にやりませんか言うてミウ言われた時どうやった？どうしようって言ってたよ。ちょっと不安やった？いや不安というか、うん、どういうのやるんだろうって感じは。ああそうやんな。パパがネタ1をね作ったやつをミュウと一緒にやることになってますけども、でも結構簡単なのね。そう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 、一応さ難しくしたらさスタジオで緊張してできへんかったりするやん。プル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 ってなるやんか。いや変なこと言って面白かったんやけど OK。 ちょっと今日はね歌ネタを、まあ、歌やったらすぐ覚えもんなミュウ。うん、歌やったらもうリズム何今の歌をリズム命だ。歌はリズム命ですからね。受けるよりもねめっちゃいい歌を届けようというテンションでいきましょう。そうね、そうね。でもまあスタジオ入るの初めてやからさ、はいはい、まあ、あのテレビ局はね入ったことあるけど、そう、あのね、そう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 、で前なんかあのさんまさんのやつ、ああ昔ね行った時、うん、あれね、ミュウたち楽屋で見てた。あ、パパとママがさんま君に行った時か。ミウでも昔さんまさんに一日、そうそうそう、コロッケ食べた、覚えてる、コロッケ買ってもらった。すごいね、4歳やのに。すごいすごい。6年前か6年前。なんかめっちゃ覚えてないけど。なんかさ商店街みたいなとこ歩いて、うん、みんなでなんか子供、ね、そうそうそう、芸能人家族の子供を6人ぐらいな、さんまさんが一人で預かるって言って、それでコロッケ優しかった。うん、でもあその時はね多分何言ってるか分かんなかったと思う。関西弁あんまりだったよね。そやな、4歳からな、まだこれパパが一番緊張してるからな。みーちゃんちゃんと収録前にな、うん、共演者さんに挨拶行かなあかんねんで、うん、言えるちゃんと、トントン、ご挨拶失礼します、今日ご一緒させていただきます江原美優です、よろしくお願いしますって。何歳やと思って。あと10年で20歳やぞ。あと10年長いやないか、まだ半分しか生きてへんやないか。ミウまた倍やんねんで、生まれてから今までの。早いし10年なんて、うん、いやいや、それもうおじさんが言うやつやで。いやだって生まれてから10歳までめっちゃ早かったじゃん。いやそんなこと思ったことないやろ。生まれてから10歳まで早かったって。違う、早く感じたんだよね。じゃあ今日はちょっとテレビ局行きましょうか、このまま、ね、TBS にやってまいりました。はい、すごいね、感染対策がすごいね。行きましょう。じゃあ出てますよ、ちゃんと名前がついて楽屋がきっちり広い、初楽屋やな。食いつくとこが一応小学生やな。いや、なんであんまり書くことのないアンパンマン書いてんの。いや怖い怖い、どっから食べていいか迷うわ。上の丸いところかな。いやもうさ、アンパンマンでもなんでもない。怖い怖い。大丈夫ですか、全然緊張ないですか。はい、すごい、ほんまに余裕っぽいな。じゃあ着替えてリハーサル行きましょう。みーちゃん、リハーサル終わりましたけど楽しかったんや。回るやつだから怖くない？いや怖くないよ全然。あ、高いし。おはよう。おはようございます。おはようございます。ごめん、撮っていい？あ、いいですよ。いや、すごい。OK。嬉しいやろ、ミウ。ミウ緊張してる。いや、リハで全然緊張せへんのに。バーベキュー見てるよ。ねえ、うん、そうそうそう、一緒に。え、いや、ちょ、昼なんですよ。あ、そうそうそう。いや、緊張する。リハーサル全然緊張せへんかったね、今。いや、もういつも通り本番を頑張って。
応援してます、ね、ちょっと待って、珍しいね、リハーサルこんだけ緊張せへんのに。なあ、すごい。あ、すごい、全部オレンジだ。そうや。そうやで。ごめんね、ごめんね。いい？これ流しちゃってもいい？はい。いや、よろしくお願いします。今日はちょっとミュースさんちょっとご挨拶を。うん、ちょっとユリ、スタジオ収録初めてなんで、ミユさんがやらなあかんこととちょっと心意気を教えてもらっていいですか？みんなテレビで友達とか見てくれてるから、ちょっとでも間違えたら、あ、あの時間違えた子やって学校中に広がる。いや、そんなこと言う。めちゃめちゃ怖いやんか。あとはこの時に、あの時間違っちゃったことがっていうトラウマが大人になっても続いたら、それ以外のことでも思い出してしんどくなる。なんでネガティブにするんだよ。全部ポジティブに変えていけよ。うちの家そういう教育方針やのに。全部ほんまのことやから。いや、言うな、そんなこと。痩せましたね、しかし。あ、いえいえ、痩せたって言っても、まあ、七尾さんよりは太いです。いや、そらそうやわ。じゃあもうユリアンのちょっと気持ちの強さで頑張りましょう。はい、ね。そしてこっちにも痩せた人たちが。あ、おかずクラブのお二人が、ごめんね、ネタ衣装のところ。いやでも大丈夫だ、上げれば平気なやつだ。よかった、下がってんのかい、しかも。すいません、ごめんね、これを放送事故って言うんだよ。いや、スタジオで大事なことをちょっとミユさんにありますか？ちょっと大丈夫、生放送じゃないから何回も撮り直せるし、あの人たちプロだから初めての初リアクションやってくれるから大丈夫。いや、大人な意見、めちゃめちゃ大人な意見やんか。間違ったっていう事実は残るから。言うな、そんなこと。もう一生忘れられないよ。いや、言うな。よし、みゆちゃん大丈夫。OK、 緊張しない。緊張しちゃった、離れてっちゃった。大丈夫。 OK、じゃあもう俺だけ言っていきましょう。いや、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。面積の求め方講座が始まりました。みゆさんの平行四辺形は上底だから式ね、面積求めろってことね。縦に割る2が台形だから、上底だから、うん、そうよ。いや、台形の場合は底辺かける高さ だけですよ、平行四辺形は。これで、うん、これで反対角でしょ、うん、これが普通のうん、ここ上底、はい、でここ縦になるでしょ。それでこれ掛け2してるから、うん、ここ足してるでしょ、うん、でここが掛け2だから、あ、その後割る2。そうですね、台形の求め方ね。本当にミュー全然緊張してないな、マジで。リハーサル終わってもう本番前やのに。すごいすごい、ちょっと頼もしいわ、パパは。アサインできてる。そんなんやったっけ、変わったよな。これ違う、今こんな同じかけない。こんなやつ。いや、それ普通ちょっとダサい。こうやって書くでしょ。で、あ、かわいいよ。ミュー書いたの、パパが。パパが変顔したバージョン。それジージやん。いやいや、こんなやで。ほら、こんな感じやで。ミューやって。似てる。いい、ね、じゃあミューの目描き講座。目描き講座。入るとこれが。まつげね。まぶたがあってね、まず下のこれを描く、うん、そう、それでびっくりした顔の場合はここをちっちゃくするとびっくりした顔になると思うよ。これどれで学んだの、何見て？ YouTube、 YouTube か、すごいな。お願いします。みゆたっぷ、はい、ありがとうございます。いや、ロケ弁もすごいすごいおしゃれよ、見て。おしゃれ、おしゃれなロケ弁。あ、食べたい、めっちゃ美味しそう。すっごい美味しそう。うん、うん、え、
卵サンドとベーコン、うん、BLT サンド美味しそう。あとこれこのお弁当もすごいですよ。あ、天むすや。あ、パパこれめっちゃ好きな地雷屋の天むすや。これほらこれね、ちょっとママに持って帰ったら喜ぶわこれ。あ、このパン普通のパンじゃないや。ん、どういうこと。あ、健康の。そうやね、こうい, やいや、感想より前に変顔でも卵サンド、うん、おいしい。マヨネーズも強すぎない。うん、健康志向もサンドイッチだね。今日の出番は21番目、後ろぐらいでね。もうミーは全然大丈夫だな。あのスタッフさんの前でやれたら、うん、本物の人でも大丈夫。そうそうそう、リハーサルでな、ちゃんとできたら本番また緊張しそうやけど、でも緊張しなさそうやな。みー、あのその長いさ、うん、ステージに出て喋るってわけじゃないから、うん、そうだね。何してんね。みーさん、いよいよ本番、はい、大丈夫。大丈夫、楽しめる。楽しめる。本当大丈夫やな。大丈夫。 OK、 楽しんでいきましょう。 OK。 はい、はい、はい、収録終了しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。みゆさん、パパは100点やと思います。リハーサルも緊張してなくて、でも本番緊張するんだろうななんて思ってたら、全くしてなかったように思いましたけど、どうでした。ちょっとはしたかな。でも全然そんなにはーっていう感じじゃなかったな。ぐらい、うん、なるほど。でも全然堂々としてましたよ。だってスタッフさんがびっくりしてたもん。すごいねっつって。さすがです。すごいよ。さすがですよ。今日はですね、爆笑ターンテーブルっていう番組で、ちょうど今日の19時から20時54分まで TBS 系列でオンエアになっておりますので、ぜひとも皆さん見ていただきたいなと思います。みゆさんの初ネタです。でスタジオ収録初です。この人初です。あ、え、あ、こっちか。この人初です。どういうこと。パパが見たところ、今日一日でミユが一番緊張してたのはティモンディの高岸君に会った時でした。はい、ちゃんちゃん、あ、どうもって言われた時が一番ってなってたの。高岸、おはよう。おはようございます。おはようございます。オッケー。嬉しいやろミユ。みゆ緊張して、いや、リハで全然緊張せへんのに。そんなんなってないよ。でもちょっと緊張してたよなあ。でも他の芸人さんとかさ、タレントさんに会ってもそんなに緊張してなかったね。うん、肝が据わってる。もうパパはちょっとびっくりしました。初めてスタジオ来た時なんか、若手芸人の時もうビビりすぎて、緊張しすぎて。え、どういうテレビそれは。え、それはね、あらびき団っていう番組やった、昔。もう緊張しすぎて。誰たちが出てる人。え、ハリウッドザコシショウとか。ゴース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 。そう、パパがウタ君に一番最初に教えたものまねやから。いや、そんな感じでしたよ。みゆさん素晴らしかったです。え、ということで皆さん、この後、TBS の爆笑ターンテーブル見ていただきたいと思います。はい、2人で歌っておりますので、よかったら見てください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。イエイ、また見てね。バイバイ。イエイって言った。じゃあ入れようと思って言えない。